こんにちは。はい。もしもし。あ、もしもし。あ、男の人だったんですね、孫さん。あ、すみません、大丈夫ですか？あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。はじめまして、和道です。はい。孫さん、そうです。配信はリスナーさんですか、配信者さんですか？たまに配信してるだけで。ははは、配信サイトはどこでやってるんですか？ふわっちです。あ、孫さん、ふわっちの配信者さんなんですね。どんな配信をされてるんですか、普段は。もう雑談をしてるだけです。はい、ありがとうございます、今日は。じゃあ、ですね、はい、悩み相談でも、質問したいことでも何でも構いませんので、ちょっと浅井さんとお話ししてみてください。はい、孫さんです。あ、はい。孫さん、こんにちは。あ、こんにちは。何をお答えしましょうか。何でも言ってください。いや、最近ちょっと仕事を辞めてしまって、はい、あんまり、はい、次の仕事に組み込めないんですけど、それはやめ方がまずかったです。ちょっとボリューム落としてもらっていい？はい、うん。はい。次の仕事ですか？に踏み込めないんですよ。あんまりその友達関係もうまいこと言ってなくて、なんかあんまりその一歩が踏み出せないんですけど、どうしたらいいですか？親戚にそのあなたの悪口を言ってる人が一人言いまして、はい、でその人に、はい、ガンガン悪口を浴びせかければ言えば、本当その、はい、あなたの人生は復活します。親戚に悪口を言う。親戚の運動費。はい。あなたがいいと思ってる人は実際に悪口を言ってるんですが、親戚の中の一人です。はい、その今あなたが思ってる人はさ、悪人で、はい、そうじゃなくて善人に見える人。はい、そう、その人は裏で悪口を言ってますので、その人と、はい、ガンガン悪口言う、その人に。そうすると、はい、あなたの人生は復活します。で、そして復活したら、早速就職。はい、これうまくいきます。あ、はい。他に何かありますでしょうか？他ですか？はい。何でも答えます。そうですね。あ、いいですよ。わからない部分はわからないのでっていうふうに突っ込んでもいいし、他の質問に行ってもいいし、どんどんもう突っ込んじゃっていいさ、浅井さんに。もう思ったことは。逆に聞いた方がいいです。いや、思いついたことです。何でもいいです。うん、思い当たる親戚がいないんですけど、友達ですか？適職が見つからないと、ね。適職当てればいいですか？ちょっと待ってくださいね。はい。思い当たる親戚がいないんですか？親戚がちょっといないですけど。本当ですか？友達のことですか？本当ですか？はい。そうですか。じゃあちょっと待っててくださいね。あ、すいません。はい、大丈夫ですから。浅いフリーズです。現実的な仕事の中でみんなの意見をまとめる仕事がいいです。っていうのは、あなたの頭は、はい、はい、みんなの人生の方向をそのまっすぐにまとめる力があって、で、それで、はい、技術職に就いたらいじめられる。だからまとめる職に就いたら、はい、会社に重宝されて、その、高級を得ることができます。でそれ向いてる内容は、あなたの向いてる内容は、はいはい、人の話の内容でその方向を取って即座に全員を、はい、まとめ上げて、そして、その争いのない状態に維持することができます。ですから、はい、
あなたのその、あとその才能は気に入った社長さんのところで勤めると、と高額を、と高給取りでずっと、いうことができて、そして、はい。と自分の人生を謳歌できます。はい。朝井さん、ちなみに親戚いないらしいんですけど。あとはさ、何か、体の問題ありますか？いや、朝井さん、親戚がいないみたいなんですよ。例えば、肩が凝っているとか何でもいいです。あ、でも、そうですね。最近、ちょっと体が痛くて、体が痛ちょっい。と、聞こえなかった。体が痛い、はい。さあ、バトさんの声です。すいません。じゃあ、これつけてって言っいや、た今、じ違ゃん。なんでつけねえんだよ。これつけねえと聞こえねえっつってんだろ。聞こえる？長谷さん。あ、お願いします。あ、すいません。ちょっと体が最近、ちょっと痛くて、あんまり、体が重いっていうか痛いっていうか、その親戚の悪口を言う件ですけれども、2日過ぎてから言い始めたら、80%の危機になるために、なるべく早く始めた方がいいです。2日過ぎてから、取り掛かりますと、100%の効き目が80%となりまして、人生の再生が今一つで、就職できないかもしれません。2日間に行動を術したりってことですよね。2日の間に。そうですね、あ、はい。2日間以内に、ガンガン悪口言うと、悪口、はい。無事就職できます。わかりました。とは大体これです。はい、孫さん、全部うまくいきますので安心してください。あ、はい、はありい、がとうございま浅井さんの言うことを守って、正しい道す。を歩んでいってください。今日はありがとうごあ、ざいありましがた。とう、あ、ありがとうございました。はい、失すい礼まいせん、たし失礼ましす。ます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。